はい、ということでどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモということでですね、今日は H&M で購入していたねスニーカーをちょっとね紹介していきたいと思います。で、今回買ったのが H&M とグッドニュースっていうねスニーカーブランドのコラボレーションのモデルになってます。で、正直そのグッドニュースっていうブランド全然知らなくてですね、で詳細なんですけれども、多分これこういう動画ね、ファッション動画見てる方でもグッドニュース知らなかったっていう方多いんじゃないかなと思います。一応2016年にロンドンで誕生した新鋭スニーカーブランドのグッドニュースっていうものになってます。なのでだいたい5年ぐらい、創立してから5年ぐらいのメーカーで、イギリスのロンドンで、創業したものになってます。で、まあ特徴としてはオーガニック素材、ラバーソール、ラバーのソールをですね、再生利用可能なものにしたとか、あとコットンもオーガニックのものを使ったりとか、まあ、要するに最近本当に流行っているサステナブルをすごい意識した、靴作りを2016年からずっと続けている、ブランドになってます。で、あとはこのブランドは本当にまあ、レザー素材を使わなかったりだとか、あとはもともとその環境に配慮した靴作りっていうのをずっとやっぱりしてるみたいなので、まあそのあたりもね、H&M の、取り組みとか、まあ最近そういう、まあ要するに廃棄するものをどんどん少なくしようっていう活動をどんどん進めておりますので、そういったところとすごいね、マッチする、メーカー。それがグッドニュースになってます。それをね、ちょっと、通信販売の方でね、購入しましたので紹介していきたいと思います。はい、はい、ということでこんな感じで H&M の中にね靴入ってますのでちょっと開けていきたいと思います。はい、ということで今回買ったのがこちらのグッドニュース H&M のスニーカーで、僕が買ったのがフェイクレザースニーカー 13,999 円になってます。で、ちなみにですね、H&M 明日までかな、4月5日の朝までなんですけれども、今に6000以上で 20% オフっていうものをやっていて、でちょうどこれもそのセールで 20% オフで購入させていただきました。で、いろいろねクーポンとかも使ったので13,999円で購入することができました。で、こちらが、カラーがワンサイズ、カラーが、すいません、1カラー展開で、サイズが、ね、普段スニーカー26センチぐらい履くので40のサイズを、購入しました。あ、すげえ、ちょっと英語で読めない。あー、すげえ、ちゃんとね、なんか裏面にっていうか箱もすごいしっかりしてますね。さて、おー、どうだろう。おー、なんかスニーカー開けるときって楽しみですよね。おー、いい感じ。あ、で、なんかすごいライトグリーンの紐もついてます。キャベツみたいな色。おお、かっこいい。こんな感じですね。すごいね、重量は結構重いです。結構重い。じゃあちょっとで、多分サイズ40で、一回ね、店舗でね、試着したので、で、取扱店舗が渋谷新宿の2店舗しかないみたいで、その辺はちょっとね、はい、こういうスニーカーになってます。いかがですかね。うお、かっこいい。なんかね、ありそうでなかったデザイン。こんな感じです。で、まあ最初ね、このなんかグッドニュースのこの刺繍のなんかタグみたいなのがついてますね。で、こんな感じ。ソールがね、なんかこう、ちょっとこう、特徴的で。で、これもなんか再生の、なんかバナナの繊維を使ってるとか、ワインの繊維を使ってるとか、なんかすごい、なんか素材はね、すごいらしいです。で、ソールが、すげえ、ソールちゃんと色違うんですね、これ。すげえ。左右で色違う。こんな感じになってます。で、一応、フェイクレザー、まあ、合皮ですけど、そんなになんか変な感じはしないですね。で、あとは、中のソール。結構ね、こんな感じになってて、割と、もうこの辺まで、来てるので、どうだろうな。結構持ってるブーツ、なんか4センチぐらいは、多分身長が、漏れそうな気がします。で、あとは、まあ、ここにね、こうパンチングが
穴があって、あとね、色の切り替えはここだけになってます。なので、まあ、あの、フェイクレザーの、こう、レザー調のスニーカーではあるので、ちょっとこうね、個人的には綺麗めに、履きたいなと思ってこちらを購入しました。キャンバスとかもすごい良かったですね。あとサンダルも、カラフルなんですけども、サンダルとかもすごい良くて、なんか合わせやすそうでした。ちょっとじゃあ履いていきたいと思います。はい、ということで、履くとね、こんな感じになってます。で、今日ね、ボトムスはあの、ユニクロ U さんのワイドフィットジョガーパンツを履いております。うわ、超いいこれ。サイズね、40でぴったり、ちょうどいいです。あ、なんかね、重くはないです。結構ね、持つとずしっとくるんですけど、履くとね、重くないです。で、あと、ソール?なんかね、やっぱ、ここが高いんで、その分クッションもすごい効いていて、非常に歩きやすいと思います。いいぞ、これ。すげえ合わせやすそう、これ。で、結構ね、こういうなんかローテックスニーカーってね、なんかボリューム感がなくて、ちょっとスマートなものが多いんですけど、例えばコンバースのオールスターとか多いんですけど、このスニーカーに関しては割とちょっとボリューム。なんかまあ、バスケットシューズみたいに、例えばナイキのダンクとかみたいにボリュームはないんですけれども、なんかそのちょうどいい中間のようなデザインになってます。いや、今までこういうのなかったっすよね。で、こういうのね、買おうとすると本当に、なんか海外のインポートものだと、なんか2、3万じゃ済まないとか、結構もう5、6万しちゃうとか結構あるんですけど、これは、まあ定価で言っても13,999円なんで、まあ非常にそのあたりは、まあ H&M とかにしては高いんですけど、すごくいいかなと思います。このタグいつ取ろうかな。うわ、超いいこれ。ちょっと上げますね、鈴。こんな感じです。後ろから見るとこんな感じ。あ、これクッションめっちゃ効いてていい。僕あんまね、なんかニューバランスとかあんま履かないんでわかんないんですけど、すげえいい。なんかね、でデザインもないですし、このデザイン街中で被ることまあないかの、絶対あれ、そのスニーカーどこのって聞かれそうな気がします。でグッドニュースでね、まあ本当にどうなんだろう、結構知る人ぞ知るって感じなのかなと。はい、ということでスニーカー、はい、ということでね、いい着用してみましたけれども、すごくいい、びっくり。いや、よか、これ買っといてよかった。で、今オンラインで見たら、このフェイクレザーのスニーカーはサイズがもうね、ほとんどなくなっちゃってるみたいで、ちょっと買うのはね、またリストックとかあるのかわかんないんですけど、まだないみたいなんで、あともしかしたら新宿渋谷の店舗に行くとね、マイサイズ見つかるかもしれないので、ちょっとね、気になる方はチェックしてみてください。これ以外にもね、キャンバスのものとか、サンダルとかも出ていたので、すごくね、こう、なんか柄のデザインで特徴的なものもあったりするので、ぜひ気になる方は、こちらの H&M かける、グッドニュースのね、スニーカーチェックしてみてください。正直、めっちゃ満足度高いです。びっくりしました。っていうぐらいいい。スニーカー普段履かないんですけど、めちゃいい。これ本当におすすめです。またお会いしましょう。See you next time.最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。See you next time.